ップを取りに行くためにちょっとバランスを変えてるぐらいのリーチですもんね、おそらくは。なんかパーピンは狙えないでしょう、多分あの場の状態だとね、はい、あれだけピンで切れてパーピンだけションパイなんで、うん、まあ、誰かに固まってるようにしか見えないと思うんだよね、はい、それでもリーチを敢行した、4着を回避したいわけじゃないんだ俺は。そうですね、あの打点の魅力はあるんでね、それでも積もれば相当大きいですからね、はい、勝負に出ましたが、ここはクロスアイの補充となりました堀です。サトンの4局1本馬、ドラはナン、こちらペーチャの多いはメンツなし、両面が1つだけ、これちょっと夢ありそうな、クロスアは1つあんこだって、トイツが2つです。今8万9万ですもんね、うん、リャンソーだ、助かった、現物切ってたらこれアウトでしたよ。まあ嘘切るかもしれないですけどね、嘘切るかもしれないんで、ね、はい、嘘切ってリッチって言ったかもしれないしね、ちょっとなんとも言えないですけど、リャンソー1枚減って、まあ、これマンズ伸びたらリーチはじゃあ嘘切りになりますもんね。ああのこれで3ピン引かないですよってことは、差し子になる未来がないので、黒沢さん3ピン引いたらリャンソーだったでしょこれ多分、ね、そうですね、ってことは相当打たないね、リャン、まあまあ、ウーソーとウーピンのシャンポン、これは取るか、どっちも上がれる形になりましたもんね。リャンソーが出るパターンありますか、スーソーとサブロソフリテン、ただそれでもウーソー切るでしょうからね、うんうんうん、さあとなるとリャンソー1で赤ウピンありますか、あないですね、あないんだ、はい、ウーピン0、ウーソー1枚、ウーソーが1枚、はい、現物、現物、ただ黒沢の手はもう変化がもうめちゃくちゃあります。変化すると上がり難しくないですか、ていうか変化も変化の範囲が少ないんだ、ローソーがないですね、これローソー引いてもイースーチーソーが相当ないですからね、しかもね、あらじゃあイースーチーソー引いてもローソー4枚見えてるだけに、これちょっとこのままの上がりがまだ1枚、たった1枚のこれが入るかもしれない、3ピンがない、ローピンが今1枚切れてローピンが2枚、はい、ただもうローピン引いてもスーピン切りにはならないですからね、ウーピン切りになるでしょうから、うんうんうん、そうするとマッチがチーピンとかないですからね、はい、どこ行ってもないみたいな、なんかこのままが一番、一応現物マッチですね、はい、一番上がれそう、イーソー通ってないぞと、急走で2人合わせてリャンウソーってことでいいですか、そうですね、一枚ずつですね、リャンウソー、リャンソー1ウーソー1、クロスアーマーリャンソー引いたらウーソー切れますからね、うん、ただクロスアーさんもトップ目なんでね、はい、全部行くとは限らないとは思うんですが、あなるほど、今日この先強烈な無数引いた場合はどうしようか、多分リャンウーマンとか、うん、その時はね、あの、ああこれはウーピン切ると思う、リーチになった、ウーソーが1枚ですよね、ウーソー1枚、スーピンがある、スーピンも1枚かな、あ2枚だ、ちょっと増えましたか、あの秋のリャンソーもまだ1枚ある、黒沢の町はウーソー1のスーピンが1、いやいやーって聞こえた、ね、いやーって言いましたね、はい、ないぞと、いやーすいません、場合によって、あ一巡はあるのかな、チュンはあるんだね、チュンはありますね、これチュンにしないっていうことも堀に対しての警戒をしてるってことですよね、後の、ただチュンも1枚切れなんでね、後の堀さんにリーチ言われた時安全なパイではないので、はい、あそっかそっか、もうチュン切るよりなさそうな感じでしたけどね、これで今ウーマン通ったので当分
まあ最悪リャンマンになりそうだし。積もった4000は4100オール。リーズの単野若4000は4100オール。これは大きいんじゃないですか。4万2000点からの4000オールね。これは大きな積も上がりとなります。はい、秋と堀が持ち点1万